よく聞いて、一緒に練習しましょう。你有身份ふんますか。身分証明書はありますか身分証明書はありますか你有身份ふんま。 身分証明書はありますか身分証明書はありますか你有だ印章ち印鑑はお持ちですか印鑑はお持ちですか你有 印鑑はお持ちですかで在哪里換金呢どこで両替しますか,どこでしますか在哪里換金呢 どこで両替しますかどこで両替しますか請確認余額残高を確認してください残高を確認してください請確認余額 残高を確認してください。残高を確認してください。ちゃん。印鑑を押してください。印鑑を押してください。 印鑑を押してください。印鑑を押してください。需要零钱吗小銭はいりますか小銭はいりますか需要零钱吗 小銭はいりますか小銭はいりますか匯率如何レートはどうですかレートはどうですか匯率如何 レートはどうですかレートはどうですか你想換多少いくら買えたいですかいくら買えたいですか你想ゃ多少 いくらかえたいですかいくらかえたいですかチンド日ハ日本円に両替してください。日本円に両替してください。チンド日ハ 日本円に両替してください日本円に両替してください明白了かしこまりましたかしこまりました明白了 かしこまりました。かしこまりました。かしこまりまいようほうちゃま。パスポートでいいですかパスポートでいいですかかいようほうちゃま。可以用 パスポートでいいですか昨日預金を引き落とした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 昨日た 昨日預金を引き落とした。昨日預金を引き落とした。我想換日,币日本円に変えたいのですが。日本円に変えたいのですが。我想換日币 日本円に変えたいのですが。日本円に変えたいのですが。ここにサインしてください。ここにサインしてください。ここにサインしてください。 ここにサインしてください。ここにサインしてください。需要提交印章吗印鑑の届けでは必要ですか 需要提交印章吗印鑑の届けでは必要ですか印鑑の届けでは必要ですか可以開多个账户吗口座を複数開設できますか 口座を複数解説できますか可以開多个账户吗口座を複数解説できますか口座を複数解説できますか想把日元换成美元。 日本円をドルに両替したい。日本円をドルに両替し,したい。日本円をドルに両替したい。 開募的目的は何ですか開募の目的は何ですかの目的目的は何ですか会募の目的は何ですか

暗証番号を入力してください。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  申請書理。お申し込みを受け付けました。お申し込みを受け付けました。申請書理。お申し込みを受け付けました。お申し込みを受け付けました。 未成年也可以開吗未成年でも口座解説できますか未成年でも口座解説できますか未成年也可以開户吗未成年でも口座解説できますか未成年でも 口座開設できますか我想開一个银行账户銀行口座を開設したいのですが銀行口座を開設したいのですが我想開一个银行账户 銀行口座を開設したいのですが、銀行口座を開設したいのですが、あなたたにお金を振り込みましあなたにお金を振り込みました。 あなたにお金を振り込みましたあなたにお金を振り込みましたお札を小銭に変えてもらえますか お札を小銭に変えてもらえますかお札を小銭に変えてもらえますかお札を小銭に変えてもらえますか 銀行から預金をすべて引き出した。銀行から預金をすべて,て引き出した。銀行から預金をすべて引き出した。銀行から預金をすべて引き出した。 請告我你的あなたの銀行口座を教えてください。あなたの銀行口座を教えてください。あなたの銀行口座を教えてください。 あなたの銀行口座を教えてください。外貨の両替には手数料がかかります。外貨の両替には手数料がかかります。 兑外貨の両替には手数料がかかります。外貨の両替には手数料がかかります。そのお金はすでに銀行に預けられた。 そのお金はすでに銀行に預けれ行預け入れた。そのお金はすでに銀行に預けれれた。そのお金はすでに銀行に預けれれた。 我是来取我的提款卡的。キャッシュカードを受け取りに来た。キャッシュカードを受け取りに来た。我是来取我的提款卡的。キャッシュカードを受け取りに来た。キャッシュカードを受け取りに来た。 すみません、お金を変えたいのですがすみません、お金を変えたいのですがすみません、お金をかえたいのですがすみません、お金を変えたいのですがすみません お金を買えたいのですがこの預金通帳の金はすでに少なくなったこの預金通帳の金はすでに少なくなった この預金通帳の金はすでに少なくなったこの預金通帳の金はすでに少なくなったどれくらいの金額を両替したいのですか どれ,どれくらいの金額を両替したいのですか？どれくらいの金額を両替したいのですか？どれくらいの金額を両替したいのですか？

そのお金はすでに口座に振り込まれていますか書き終わったら番号札を取って呼ばれるまで待ってください。書き終わったら番号札を取って呼ばれるまで待ってください。 書き終わったら番号札を取って呼ばれるまで待ってください書き終わったら番号札を取って呼ばれるまで待ってください